私をお呼びだと聞いたのですが、何かありましたか？まあ、ご丁寧にありがとうございます。とはいえ、まだまだアイドル免許皆伝というわけにはいかなかと。素直で柔らかな振る舞いが多少身についてきたとは思います。ですが、私自身本当にそうできているのかは私にもよくわかりません。特別、それはもしや滝行や断食といった？スピーチ、つまり演説を？お見通しなのですね。ですが、演説とはあまりに突然ではありませんか？原稿の準備なども何も。そのような、いけずです、プロデューサー。はい、そうですね。確かに私にとってこれは必要な試練、そのように思います。私と私の大切な人たちに。皆様、本日は突然のお呼び立てにもかかわらず、私のためにお時間をいただき誠ありがとうございます。本日私はアイドルとしての心構えと皆様との暮らしなどについてお話しさせていただこうかと。改まってどうしたの、ひみちん？結婚式のピチピチ？いいえ、ピチピチではなくスピーチです。いいけど、なんか硬くない？もっとこうプニプニっとさ。し、二人ともダメだよ、ちゃんと聞かないと。ですが、皆と出会ってそれが誤りだと気づいたのです。皆の笑顔や意志、そしてプロデューサー、どうしたんですか？ちょっと、どうしたの、お兄ちゃん？海から坊主でも出てきた？海からホース？めっちゃ果汁とか吹きそう。それじゃあ、プロデューサー、もう変な声出さないでくださいね。いいですね。いいえ、お気に、気にしないでください。
私はこの合宿所で皆と共に過ごし、いろいろなことを皆から学びました。特に学んだのは、そう、遊ぶことです。野を駆け、山を登り、海に潜る。共に食事の準備をしたり食べたりもしましたね。それらはすべて今まで私が知らなかったことばかり。思い返すたび、星のようにきらめく私の大切な時間です。皆には心から感謝しています。そしてこれからも遊んでくださいね。パチパチパチ、なんかアミまで嬉しくなっちゃう。生かしたプチプチだったよ。うんうん、遊んだだけで感謝してもらえるとかめっちゃお得だよね。今のがフィミチンの本当の気持ち？もちろん、私の心からの言葉です。高根も遊ぶのが好きだなんて知らなかったよ。それじゃあ今度一緒に泳ぎに行かない？まあよろしいのですか。それはぜひ。